そう、ここのあたりだろ、ね、そうじゃん、うん、お出来ついてもらったから、あ、なんか言ってましたね、そうだ、うん、だ、あ、いえいえいえ、そこに、そのあたりにいっぱいいるじゃん、いっぱいいるね、うん、話しかけてみるか、じゃあちょっと俺話しかけてみる、ここに、なんで、ここで何してるんですか、あなたたちはここの壁の中にいるんですか、上からも来るからね、ここね、あ、上は峠からのやつでしょ、そう、ドザッて落ちるらしいよ、うん、そっちの方が怖いらしいよ、その見ちゃった人は結構やばいみたいな、地獄さん、あ、熊木さん、あ、寝てた、こんばんは、3軒目ですね、俺見たことないけど、3軒目、もうちょっと離れた方がいいな、何やってるんですかこの壁の中で、はい、こんばんは、ちんたさん、いや、名前違います、ちんたさん、ジンジャーじゃなくてデンジャーさんです、デンジャーさん、名前がレンジャーだったりジンジャーだったりこうジンジャーエールじゃない、ハンマー、ハンマーだって、ハンマーってやっぱ、あー、どうもだるまさん、お疲れ、おやすみなさい、しやす、ありがとう、ハンマーだからトンネル工事使うじゃん、ハンマーとかツルハシとか、ハンマーでどうするんですか、ハンマーでぶっ壊していかないとダメってこと、どういうことでしょうか、これは何ですか、質問ですか、これ、あ、内緒です、教えたくないですね、教えるとなんか悪魔って言ってくるからさ、未来のドラえもんの7つ秘密道具です、はい、教えません、あの22世紀の秘密道具です、ドラえもんの、いや、怖いこと言うな、甘っ、甘って、いや、女じゃねえよ、俺は、何を言ってんだよ、この野郎、幽霊のくせに、生意気な、俺は男だ、甘じゃねえよ、甘じゃねえよ、甘はいねえよ、今日は、うん、残念ながら野郎3人ですね、ごめんなさい、え、あ、ビビった、いきなり後ろに気配も、こっち認識出ないですか、あ、出ないです、出ないですか、ええ、さっきは総帥の肩に出たので、俺の肩に出た、ええ、肩と、あとそのスマホに出るんですよ、スマホに出るの、はい、それはちょっと俺の肩に出るのは守護霊ですね、うん、で俺の方もう一回出ます？あ、ちょっとやってみます、ね。うん。なんか俺はなんか甘って言われたんですけど、この幽霊さんに。カメラ。カメラ。バレちゃったカメラって。そうですね。カメラってバレちゃいました。すいませんでした。はい、これは22世紀の秘密道具では何でもございません。21世紀の秘密道具です、うん、残念ながら俺の肩に女性の霊が多分天々の四念体が飛んでるのかもしれない、式神だから、もしかしたら守護霊は天々か、今日はカメラってバレちゃったな、すみませんでした、嘘ついて、はあ、ごめんなさい、これカメラって分かったんだ、すごいな、だって昭和3年の人でしょ、だってその以降、あ、でもその時代にもカメラあったか、やば、バレちゃったカメラって、はい、団子さん、あ、こんばんは、お疲れーす、
バレちゃったよカメラって。嘘は嘘見抜かれてんのかな。いやでもカメラセレガさんだって昭和3年は前では絶対カメラあったでしょ。でも明治にはカメラってあったんだから。明治維新にはもうカメラあったでしょ。幕末明治維新に。うわーやめてくれカメラ撮られると魂抜かれるとか言ってあの時代はさ言われてたでしょ。あの渋沢栄一の今大河ドラマでやってる心臓発作。スマホの画面の3分の1ぐらい色が違う感じがします。あー多分ねこれねそうなんですよ。あのよくお気づきになってもうギャラクシーがねグラグリさんねもうこっちがね色が違くてこっちがちょっと色違うんですよこれギャラクシーのそれ。そうなんですよ。よく お気づきに。心臓発作だって今。そう、俺は心臓発作起きるだろう、この工事を。当時。やめてくれーっつって聞いたことある？セレガさん。そうだね。心臓発作起きたの？大変だったですか？工事は。工事は大変でしたか？蓋。不法投棄の監視でトンネル西側に監視カメラが設置されてるみたい。ああ、そうか。不法投棄多いですかね。そうなんです。うん、グラグリさん、そう。もうだだ買い替えですね。もうギャラクシー。蓋って今言ったんですけど、何ですかね、蓋って。蓋。蓋つって。蓋。なんか言いかけてるね、蓋って。蓋。二人ってこと。あ、さっきでも SLS カメラ、ドルさんの借りて見たら二人ぐらい認識してたよね。え、2人埋まってんのここに。これなんか別な例ですねこれね。またトンネル作業員の例ですねこれ。でも肝心のその天井にいるそのから這い出てくる女の例はちょっとなかなか難しいですね。認識はできなかった。蓋されて埋められた。人柱じゃないかそれ。それ人柱ですよ。いやーちょっと出してあげたいんですけど、ハンマーがあればこれ出してあげることはできるんですけど、もうさすがに許可なくあれですね。今は勝手にぶっ壊したりすると器物損壊罪で逮捕されちゃいますからね。あ、昔もかそれは。そっか、なかなかちょっと難しい内容になってきました。非常に難しい内容です。連想ゲームみたいだけど、逆に質問される方がなんか怖いよね。それは何ですかとかさ、え、見てんのって逆に質問された場合ってなんかいろんなもことを考えられちゃうんですね。俺の後ろにいる人なのか、それともこの機材なのか、何を見てるのって。さあ幽霊さん、そうだと思います。多分セレガさんそうだと思う。幽霊さん、こっから出たいですか？運命。運命。それは何年のことか。運命、それは何年のことか。難しい言葉が来たぞ。今難しい言葉来たぞ。運命ってその何年のこと。自分が死んだ年も覚えてないって感じ？っていうと言いますと。
と言いますとそういうことになってしまいますけど、それは何年のことか。いや、ここのトンネルができたのは昭和3年です。ひって声はドルさん、いや違います、谷さん。あ、こんばんは、かげろうさん。ハンマー、スパチャありがとうございます。ありがとうございます。ハンマーってまた言いましたね。なんかしきりにハンマーハンマーって言ってますね。あー、出してほしいのかこれ。これそうなっちゃいますよね皆さん。これ幽霊さんもそうでしょう。壊したいけどな。伊勢原市と秦野市にこれ許可もらわないと壊せないし、ちょっと難しいですね私なりに。ハンマーで殴られたっていうか、多分ラバト、多分だけどハンマーで壊して、あれ、あ、今センサー系、赤外線センサー反応した。いじってねえのに当たったんだ今幽霊に。今反応したでしょこれ。いつもさ指でこう近づくと反応するやつ、パン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 って。今すげえ接近したんだこれ。初めてだよこれ、空間でこの赤外線もセンサー、これ出てんじゃん、この音声系の隣のさ、この丸っこいの、これさ指近づけると反応するんですよ。でもさっき今俺手をさこのトンネルに触ってたんだよね、こうパン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 って。近いぞ、これなんか物体がこう近づくと、こうやって物体ね、俺の手がね、こう物体が近づくとこうやってファン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 ってなるので、それが何も俺手離してる状態でこれが反応したって、やばこれやべ、初めてだぞこれ。これよこの反応、幽霊に近づきすぎるとパパ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 って。だってもうここにいるんでしょ、いる、あれじゃん、キネクトカメラでこう空間があるから触ってみる。君は、はい、あの僕の名前は勇者総帥です。はい、僕の名前は勇者総帥です。いや霊に接近しすぎたって感じ。もう今俺が立ってる場所で赤外線モーションセンサーがこれが反応したから、これ一番左上のやつ。僕の名前は勇者総帥です。画面画面って何ですか、画面ってどういうことですか、画面って。あ、画面ってこれのこと。あ、画面、額面ってこと。これですよ、ついに幽霊さんがスマホを触ってくれましたよ。いや、あのね、まあ簡単に言うと、セガワさん、これさ、スマホをさ、こうモーションセンサーって言って、こっち側からは大丈夫なんですよ。このなんか物体がこう通り抜けたんでしょうね、こう早い話がヒューって抜けてって、だからこうやって人感センサーみたいなもんですね、こう。簡単に言うと人間でやれば近づけるとパパ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 って。で俺は今こうやってトンネルの手をこう触ってた時ですよ、手で。
壁を触ってた時にパン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 ってなって。だから触ってくれたんですよ、スマホの。壁の音はちょっと分かんねえな、どうだろう。名前ね、多分例に名前聞いてもね、そこまではね、ちょっとね、言ってくんないですね、自分の名前を。そこまでの感度はないですね、それは。さすがに。もうちょっと、あと20年後じゃない?そういうのができるようになるのは。まだちょっと無理かな、それは。旧全場トンネルの工事に携わったひろやんさん。家族の子供が事故で亡くなり、その幽霊が出るだとか、ラボトルで彼氏に振られた女の子。あ、それがあれじゃねえの、あそこの。スカイラブじゃねえの、それ。自殺したラブホテル。で、こうなんかホテル。僕の名前を聞くだけ聞いて、画面って言われて。どういうこと?どういうこっちゃ?もうこれ以降答えてくれなくなりましたか?おい、いるんだろう。壁の中で、から顔をニュッて出したのかな?でも壁を開けたところで、あれだよ、あなたのご遺体は多分見つけられるかもしれないけど、あなたは今霊体として壁からすり抜けたんでしょ?答えてください。そういうことになる、なるんですよ。もうすり抜けたんでしょ、今。どうでしょうか。答えなくなったね。いや、青いところも出たけど、この辺も出てたよ。でもこの辺パッ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 って青い青いとこいんの今。青いとこ、そっか。でもちょっと難しいよ、幽霊さん。ちょっと無理、壊せない。しかも卑猥なこと書いてあるし、これもうちょっと映せねえわ。これいとこだって。いや、今青いとこに誰言ってたっけ。青いとこにいなかったって。あ、タニシさんか。いや、 VW さんもセブンに反応しないでくださいよ、ちょっと。それセブン行こうって。もう VW さんのこれ大好きな。みぞれ降ってきた。やば。セブン行こう。ほら、VW さんの大好きなセブンだよ、ほら。セブン、セブン、セブン。VW 相当、万歳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 って。これで満足か ?VW さん。俺たちの会話ちゃんと聞いてるぜ、皆さん。あなたが見えてます。いや、それは俺目の前にいるから。それは俺はお前のことをちょっと見ることはできねえけど。それはあなた見えてるでしょ。だってどう考えても、来る人来る人見てんだから。
それを分かりきったこと言わないの。で、どうしてほしいんですかね。どれさん、スカイラーか。スカイラブの方行ったの。あ、俺も行ってみるか。スカイラブ見られてる。ちょっと当時昭和3年の時の、どういう、その昭和3年前だから工事が始まったのは、できたのが3年でしょ、昭和3年だから大正時代から多分作ってたんじゃね。気分はどうですか。あ、気分は別に問題ないです。はい、大丈夫です。あの、ご心配ありがとうございます、幽霊さん。いや、逆にあなたたち一応あの気分大丈夫ですかね。退屈。退屈。これちょっと幽霊さん多い、年配多いワードですよね、これ。あ、急に喋り出した。母。年配母、お母さんに会いたいの。お母さんに会いたいか。そっか。だけどその夢も叶えてやれることができない、俺にはその力がない。悪い、その力がないわ俺。その権力も持っていない。悪い。故郷のお母さんに会いたいか。あなたは故郷のお母さんに会いたいですか。悪い、それを叶えることができない。だけどどういう経緯でここに売られて働いてきたのかわからないけど、出稼ぎ労働者でしょ、おそらく。借金を置く国か、もしくは当時は労役とかにつくつく人もこういうとこで働いたりしてたから、トンネル工事って大正時代なんかと当然ながらそうです。帰れなかったんだね。故郷に帰れないでここで命を落としちゃったんだろうな。なんかそんな感じがしてきた。退屈。あ、行かないよ。あ、俺が行っちゃったら退屈だもんな。行かない行かない。わかった。行かないよ。しばらくはいてあげるけど、でも俺も帰んなきゃいけないから。刑務所。やっぱりそうか。あなたたち刑務所の、要は懲役とか労役で働かされた人たちなのかな。それはお母さんに会えないもんな。と
ンネル工事に従事させられたんだね。その労役か懲役か分からないけど。そっか、強制労働だもんな、ほぼ。大体トンネル工事ってそうなんですよ。トンネル工事とか、まあ北海道の網走刑務所だったら開拓民とかと一緒になって開拓事業みたいなのをやったりとか、網走刑務所の囚人は。網走だとそうなんですよね。で逃げたりするとバーンって撃たれちゃうんです、憲兵とかに。脱獄は許されないですよ、当時の北海道の網走刑務所。まあ、人権とかっていうのは最近じゃない、熊切さん。当時は人権とかっていうそういうのはなかったんじゃないかな。大日本帝国憲法の時代、いわゆる終戦前の時代の日本っていうのはやっぱ結構、まあ、こう言っちゃなんだけどさ、まあ独裁国家みたいなもんじゃん。どっかのかの国の人権意識っていうのはないよ、終戦前の日本って。とりあえず囚人なんて人間扱いされませんで、網走刑務所とか入れられちゃった人とかさ、まあ、有名な。人権ってのは本当終戦後ですよ、ちゃんと近代国家としての。人権意識なんかないから、そうやってどん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 日本はエスカレートしてたじゃん。日本がどん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 戦争の道に走ってって、で赤髪召集になって、あれ断れないでしょ。だってあれも人権無視じゃん、もう完全に。お国のために行ってきますって言ってるけど、本心はだって行きたくないでしょ。だって神風特攻隊なんてさ、あれは人権無視じゃないですか。だってまあそういう話はちょっと、まあ話が脱線しちゃいますんでね、まあこのぐらいにして、趣旨が変わってきちゃいますんで。まあ、中にはだからトンネル従事してた人も、だから出稼ぎ労働者もいる中で、あれですよ、だから中に囚人が混じって仕事ってのもあるっすからね、全然。どこ？ここにいるよ。ちょっとこれ、ちょっとなんかもう、ここにいます。昔のだからダム工事、まあ、ダム工事とかトンネル工事、炭鉱労働っていうのは普通の一般労働者と、まあ、囚人だね、半々か、もしくは7対3か、7対3か8対2か分からないけども、危険な作業には絶対その囚人を使ってましたんで、佐渡金山が特にそうです。江戸時代とか、まあ、特に鉱山労働とかっていうのは大体囚人を使ったりしてましたんで。私は行きます。私は行きます。はい、大丈夫だよ、来世でまた会おう。幽霊さん、俺もいつか死ぬかもしれないけど、来世でまた会おう。じゃあ俺も行きます。いつか巡り合う。助けて、うん、ローズ。助けるよ、そのうち。で、俺はローズじゃねえず。助けて。青い。来世でまた会おうぜ。損傷を受けました。田中さんおやすみ。損傷を受けました。まあそうだよね、だから無知で叩かれたりしながらやってたんでしょ。だって
一般労働者はそういうことはないと思うけど、囚人はだってもう働け働けでしょう。もう、まあ、そういったニュアンスは汲み取れますけど、助けてだからやっぱりここの中だな、青いとこの青い落書きのこの先の高部の中だ。埋めちゃったんだろうな。あ、ちょっとこれ以上は想像はちょっと怖いですね。てかドルさんとかデンジャーとかどこ行ってたんだろう。まあ、中にはちょっと誤認識でなんか変なこと言ってる、ローズとかなんかちょっとわけわかんないこと言ってますけど、まあ、そんな感じですかね。